はい。皆さん、こんにちは。トビです、えー。今日はですね、えっと、これが5月10日のトレーニングなんですけども、えー、と世界大会がですね、5月の28日に開かれるので、えー、18日前ですかねで。出発が20日なんで、えー、出発まで上り10日ということで、えー、そうですね、日本飛び立つまでの10日前の練習になります。 で今ですね、この、まあタイトルにもあるんですけど、217.5に初めて挑戦をしました。で、前回ね、215とかの動画上げてると思うんですけども、215はまあうん、取れるかなとは思うんですけど、もっともっとね、えー、っと、残り、 えー、わずかですけども、まだまだ伸びるって僕は思ってるので、どん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 伸ばしていきたいなと思ってるところでございます。はい。でね、えー、っと、世界大会まで、本当にあと少しになりました。えー、緊張とかはまあ別に、ま,あ、まだね、さすがにしてないんですけども、でもちょっとなんか心配なところが多いので、 初めての海外ですし、ちょっとね、どうしようかなと思っております。はい。でもまあ、調子はいいので、ね、過去一多分今が強いのかなと思うんで、これをキープしつつ、もっとね、えー、確実性を上げたり、もっとね、重量伸ばしていけるように頑張らないとなと思ってます。はい。でね、一つ、その、ま、心配なことじゃないですけど、今は、えっ、ー、と、これがね、 えー、おとといのトレーニングなんで今2日経ってるんですけど、最近ですね、あの、手首と肘が左の、痛くて痛くて、やばい状態なんですよ。あの、一部の、その、まあ、僕のね、いつも練習内容とか上げてるオンラインサロンの方では言ってるんで、一部の人しか知らないと思うんですけど、もうね、あの、このね、動画見る限り、なんか、あ、 たぶんさん今日も調子いいなーとか思ってくれてる人がいると思うんですけど、いやもう、初めてですね、ロキソニンを飲んでやるぐらい痛くて、本当になんかやばい状況なんですけど、でもね、あのー、今日もね、トレーニングしてきたんですけど、あのー、ちょっとね、グリップをいじって、あとね、うん、なんかずっともう痛くても、まあもう時間がないんで、しょうがないやと思って、 うん、痛みに我慢すればいいかなと思ってやってたんですよ。そしたらなんか痛くないポイントを見つけたというか、痛くないやり方をね、ようやくなんか見つけられて、っていうかまあ昔に戻ったっていう多分ね、なんか知らないうちにちょっとね、なんか自分が変な風に握ってしまってたのかなっていうのがあるんで、それをね、ちょっと直したら、もう全然手首痛くなくなったんで、うわー、やっぱね、びっくりですよ。うん、やっぱそういうのが、 あるのかなと思います。はい。なので、やっぱ握りであったり、そういうなんか痛くなるっていうことはやっぱどっかしらの原因があるんだなと思って、いやもう痛くなった時は、もう明らか練習量が、もうアホみたいな練習してるんで、で、重たいものバンバン持ってるんで、だからまあしょうがないのかなと思ってたんですよ。正直。まあ、そりゃ怪我するわなみたいな。そりゃ炎症するよなと思ってたんで、 諦めてたんですけど、うーん、なんか、ここに来て、なんか良くなったので、なんか、いいですよね。その、なんだろう。なんか痛いまま世界大会行くのもなんかちょっと嫌だし、でもまあ調子は上がってるんでいいのかなと思ってたんですけど、でもなんかちょっとや,やっぱり嫌じゃないですか。だからそれをね、うーん、なんか普通に治ってきたので、今全く痛みでなくて、あとはアップでのやっぱシャフトの時間ちょっと増やしたらいい感じになりましたね。はい。 っていう嬉しいご報告でした。でね、えっ、ー、と、最近はですね、毎回毎回こういう感じで、えー、あの <laughs>、ただ練習動画にくっちゃべるっていうね、ただ動画を撮ってるんで、あんまり面白くないと思いますのでね、あの、皆さんからの質問とかもね、ちょっとあの、1動画で1個ぐらい答えていけたらなと思います。はい。で、これが215、うん、ですかね。 あ、違う、えー、205で、次が210で21、215 17.、17.5って多分行くのかなと思います。はい。で、皆さんからのご質問に答えたいと思うんですけど、なんか最近やっぱ多いのが、僕結構特徴的なフォームしてて、ほら、ここでめちゃくちゃその胸で迎えに行くじゃないですか。それはどうやってるんですかみたいな。胸郭の上がりなのか、それとも足の使い方なのかとかの言う、なんかね、質問が、 来るんですけど、うん。あのね、まあ別に僕が迎えに行くっていう意識はもちろんあるんですけど、でも、なんか、なんていうのかな。迎えに行くためのセッティングが僕は一番大事なのかなって思ってるんで、だからそこですかね。一番は多分セッティングが大事なのかなと思います。だから、迎えに行って、まあ普通ケツが浮くじゃないですか。 浮かないようにするためのセッティングももちろん大事ですし、そのね、で、みんななんかちょっとね、なんだろう、もう、迎えに行けないやって思ってる人がほとんどじゃないですか。なんか迎えに行くことに対して、まあ、ちょっと諦めてるじゃないですけど、だから僕はなんかすごい柔軟性があって、みたいな。まあトビさんだからできる、みたいな感じで言われてるんですけど、いや、僕もできなかったんですよ。で,できない、 勝ったことをできるようにするのが練習なので、もう本当に、何ヶ月前だろう。もう本当に、半年前とかね、ここ最近ですか、ようやく迎えに行けるようになったのも、僕の過去の動画見てもらえればわかるんですけど、全然胸に、こう、迎えに行ってないし、今と全く違うフォームをしてるので、だからね、皆さんもね、なんだろうな、迎えに行けないやって思ってたら、そりゃ迎えに行けないですし、うん。 まあ迎えに行こうとしてないからね、そもそもね。だからそういう、なんだ、自分ができないことをできるようにするのがね、練習なのかなって思ってるんで、僕はこの筋トレっていう観点で、あんまりベンチプレス捉えてなくて、もうシンプル練習だと思って、そのね、フォームのなんか確認とか、そういうことにすごい時間をかけているので、うん、技術に関してね、 だから、胸に、胸で迎えに行くには、胸で迎えに行くためのセッティングしっかり、なんかそういう、なんだろうな、コツとかがあるので、それをね、皆さんに探してもらえればなと思います。で、本当に詳しく、その、どうやって胸に迎えに行くかとかは、あの、口で説明するの難しすぎるので、あの、メンバーシップの方に載ってます。ちょっとね、宣伝みたいな感じになっちゃってるんですけど、動画で、 解説してますので、そちら見てもらえればなと思います。やっぱね、その、肩甲骨の位置と足の位置と、やっぱそこら辺が関係しているのかなと思うので、はい、そちらご覧いただければと思います。で、もう一個ですかね、質問。あの、前、前回ぐらいの動画の質問で、やっぱ僕がこのバグ伸びした理由じゃないですけど、は、なんか、 どこだみたいな。あと、練習内容に関する質問っていうのが、なんかめちゃくちゃ来るんですけど、あの練習内容とかもですね、あのあー、これはメンバーシップじゃないんですけど、あの、普通に LINE でですね、あの概要欄に貼ってあるんですけど、LINE のグループがあって、僕のね、そちらの方であの毎日のようにあの発信っていうのをしてるんですよ。あのどんな練習をしてるかとか、そこにその日を行った練習メニュー全部書いてあるんですけど、 あのー、基本的にですね、あのー、一発三セット、えー、今は三発五セット、えー、十発五セットしかやってないです。はい。なので、練習メニューとかもですね、その、なんだろう、そのセット数とか、どんな回数やってんのかとか、あのー、なんだろう、試合前とかの調整とかもね、全部そこに載ってるんですけどね、 あの、別に特殊なことを一切やってないです。はい。もうひたすらこの動画で載せてるようなやつをただただ毎日毎日やってるだけですね。で、この日は、えっ、ー、と、10発5セットじゃなくて、あの、177.5にしてるんです。この10発っていうのを。だからちょっと回数多めにやろうかなっていうことで、えー、この日だけ10発5セットじゃなくて10発10セットをやってます。これあの、9セットしか、ちょっとあのね、 5セットでやめるか、10セットまで行くか悩んで、いや、時間あるから10セットまで行っちゃえと思って10セットまで行ったんですけど、その6セット目取ってなくて、なので9セットしか乗ってないんですけど、はい。そんな感じでございます。なのでね、僕一切、その特殊な練習とか本当にしてなくて、毎日毎日、同じような練習をして、はい。同じような日々を送ってます。はい。 で、なんか本当に練習についての質問めちゃくちゃ来るんですよ。その、ローをやってますかとか、補助種目何やってますかとか、あと、オフの期間何やってますかとか、あの、それもね、全部、その、載ってるんですけど、なのでね、その、なんだろうな、えーっと、概要欄の方に、あの、オンライン、じゃ、うーんと、あ、そうです、オンラインサロン始めました、みたいな、 やつあるんで、で、LINE で無料なんですよ。なので、そちらに入ってもらえれば、あの、僕の練習ピーキング方法、何な,なり、全部わかりますので、そちら、入ってもらえればと思います。はい。う、えーまあ、特にね、まあ、毎日毎日僕がただやってるだけなんで、あんまりうるさくもないの、まあ、通知オフにしてもらえればいいのかなと思いますので、そちら、入ってください。はい。なので、練習内容とか練習方法はそんな感じです。はい。 またね、うんと次も質問とかに答えていきたいなと思いますので、はい、ぜひ動画をご覧ください。それでは、世界大会頑張りたいと思います。ありがとうございました。